ジョージ・アンドリュー・ロメロは、アメリカ合衆国の映画監督。脚本家、編集者、俳優、作曲家でもある。ニューヨーク市出身。父親は、キューバ系、母親は、リトアニア系。ゾンビ映画の第一人者。ホラー映画の巨匠、カルト映画の記載として知られる。幼少時からの映画好きで、ホフマン物語に感銘を受け、映画制作の夢を志す。 ベラルゴシ主演の古典的名作、マジン、ドラキュラ、ボリスカーロフ主演、フランケンシュタインなども非常に好きだったようで、それが後年のゾンビものなどのキャラクターの設定やホラー映画制作にも大きな影響を与えた。その映画好きが講じ、1954年にはロメロが中学生の時に父親から買ってもらった8ミリカメラで、 ザ・マン・フロム・ザ・メーターという8ミリ映画を制作するが、その撮影の際には迫力を出そうと火をつけた人形を、ビルの屋上から落として警察に、大目玉を食らったという逸話を、インタビューで語っている。高校卒業前の最後の夏休みになる1959年、アルフレッド・ヒッチコック監督のサスペンス映画の傑作、北北西に震度を取れの撮影にゴーハースタッフとして参加し、 効率性を重視するハリウッド流の映画制作に疑問を抱くようになる。ロメロはそこで映画制作の基礎を学んだ。カーネギーメロン大学卒業後、地元ピッツバーグで1963年に友人と共に映像制作会社ラテントイメージを設立し、主に CM や産業用フィルムの制作や監督を手掛ける。しかし、劇場用映画制作の夢を捨てがたく、 会社勤めの傍ら友人のジョン・ウェールスソや、ラッセル・ストライナーら有シらと資金を出し合い、週末などを利用して映画制作を決意する。物語はかねてより、リチャード・マッシスン原作の SF サスペンス小説、イ・アムレジェンドに感銘を受けていたロメロがその作品をヒントとして、1968年にナイト・オブ・ザ・リビング・デッドを制作。 後にドライブインシアターやテレビのシーンや放送でカルト的人気を得る。1973年には制作者リチャード・ P ・ルービンスタインと出会い、ローレルグループプロダクションを設立する。同社制作の現代吸血鬼者、マーティン、呪われた吸血少年がヨーロッパで話題を呼ぶ。ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドを見てロメロの才能に気づいたイタリアンホラーの監督ダリオ・アルジェントが 共同出資を申し出て、1978年にゾンビを完成させる。代表作となった、この映画は150万ドルという低予算ながら、世界中で大ヒットした。その後、ロメロは、単なるホラー映画監督のカラカラの脱皮を図るべくた、ジャンルの作品に意欲を示し、社会派ドラマや、ラブストーリーなども監督している。1982年には、 名優スティーブン・キングの脚本で、クリープショーの制作を皮切りに、再びホラー映画を監督するようになった。ゾンビは2004年にリメイクされ、ドーン・オブ・ザ・デッドの放題で公開された。そして、1985年の資料の絵食以来20年ぶりの2005年には、デニス・ホッパーやアーシア・アルジェントら有名映画スターを起用しての久々のゾンビ映画、ランド・オブ・ザ・デッドを監督。 ロメロの生み出したホラー映画は世界中のゲームや映画などの映像クリエイターらに現在でも多くの影響を与え続けている。また、マーティンやゾンビやダイアリー・オブ・ザ・デッドでは俳優として出演しているほか、ジョナサン・デミ監督からの熱烈なオファーにより羊たちの沈黙では FBI 捜査官役で出演している。ゲーム版のテレビ CM をロメロが監督していた縁で、 日本のホラーゲーム、バイオハザードの映画版の監督にオファーされるが、制作段階で制作サイドと衝突して降板し、ランド・オブ・ザ・デッドに全力を注いだ。ハリウッドとの関連については、初サイコスリラー、モンキー、シャインやダークハーフをメジャースタジオで監督して、ザ・マミーに抜擢されるが、こちらもメジャースタジオの制作方式とロメロの作風が相入れず、実現せずに終わった。 なお、ザ・マミーは、後に、スティーブン・ソマーズ監督により、ハム・ナプトラ、失われた砂漠の戸として制作された。映画、ダイアリー・オブ・ザ・デッドや、サバイバル・オブ・ザ・デッドを経て2010年に発売された、FPS ゲーム、コール・オブ・デューティ・ブラック・オプスにおける、ゾンビモード追加コンテンツのステージ、コール・オブ・ザ・デッドでは、ロメロ自身がゾンビとなって出現する。クリスティーン・フォレストと離婚後、 2011年に、ランド・オブ・ザ・デッドの撮影で出会った、スザンヌ・デス・ロチャーと再婚。2009年に、カナダ国籍を取得し、住み慣れたピッツバーグを離れ、トロントへ移り住んだ。2017年7月16日に肺がんにより死去。77歳ボーデーモン・アルバーンによる覆面プロジェクトゴリラズのアルバム、ゴリラズの楽曲、M1A1 には、資料の餌食の 冒頭シーンはサンプリングされている。また、D-MON-DAYS のオープニング曲、イントロには、ゾンビのサウンドトラックがサンプリングされている。ありがとうございます。